充電。おひさ元気？ちょっとさっき写真撮ってたから、トゥインテールだよ。おひさショールーム、あ、ミュージックフェアにかぶっちゃう。みんな、ミュージックフェア AKB48 が出ます。私は出ませんけど、見てください。今コラボカフェいる、嬉しい。どうしたどうした、君は元気かね。元気だよ、とっても。もしあとチェックすると明日いいなんて言わないで。こんにちは、おひさん。ゆみたん見ると元気が出るよ、嬉しい、ありがとう。本当？本当かな。でも嬉しいよ。最近どう？最近は JK してます、めちゃめちゃ。もう昨日なんてめっちゃ JK っぽいことした。もうメール読んでくださってる方は知ってるんですけど、体育があったんですね。昨日体育で体力テストだったんですよ。体力テストで、まあ、腹筋とかするわけじゃん。腹筋とかしてもうみんなヘトヘトなの、結構疲れたみたいな、暑いみたいなね。みんなで女子で、ね、女子で着替えてる時に、え、アイス食べたくねみたいななってそう、メインの学校普通にアイスが売ってるんですよ。日替わりで種類は違うんだけど、アイスが売ってて、そう、それで、え、アイス食べたくないみたいななって、え、食べようよみたいな、みんなで食べようみたいなって、そう、それでアイス食べました。みんなでっていうか、そう、アイス食べた。そう、ミミはパルムのチョコミント食べた、美味しかった。なんかやっぱさ、友達 と学校で食べるとなんか3割増しぐらいで美味しく感じちゃう。そうそう、 JK してんだよね結構めっちゃ JK でしょ。そう、なんか体育の後ってのも青春だよね、マジで。自販機じゃなくて食券を買って、それを渡したらできますみたいなんだけど、そう、購買売店か、そう、8割ぐらい女高生はやめられません。女子高生はやめられない。体力、え、どうなんだろうね。なんかさ、ダンスの体力はまああると思うんですけど、なんか走るとなると違ってくると思うんですよ。昨日ではないんだけど、普通に 100m、 じゃあ 50m も測って、 50m とあとは 1km 走った、そうしたんですけど、 50m マジで遅すぎてなんかもう遅くて、もう開き直っちゃって、レミは遅いことに、もう遅いからいいやみたいな、なんか早いからといって、なんか別にあれ、あのリレーにも選ばれたくないし、あのみんなの足引っ張っちゃうから、そうだからもう遅くていいやと思って、もう笑顔で、ニコニコ笑顔で走ったんですね。でも去年より早くなってて、そう、去年より早、ちょっと早くなってたんですけど、それでね、でなんかその後にみんなでなんかジャージを普通に暑かったから脱いでたんですよね、半袖になってて、であそこまで競争だと思ってめっちゃ全速力で走ってたら、その測定してくれてた先生にマジでガー超走ってたんだけど、そう、そしたら、え、さっきより速いじゃんって突っ込まれた。そう、面白かった。そう、確かにと思いながら、めっちゃ速い、爆速じゃんと思いながら、自分でもだから本気出したらもっと速いんですよ、8秒ぐらいで。細い、嬉しい。もう最近ダイエットしてるんです。最近マジでキャベツとレタスをめちゃめちゃ食べてて、だからもうさすがに草になりそうだなと思いながら暮らしてますそう、先生と仲いいです。普通に顔痩せしてる、マジで嬉しい。そう、最近マジでレタスとキャベツめっちゃ食べてて、レミ本当に、あのお弁当もおにぎりとキャベツを持ってったり、そう、栄養はもちろんしっかりとってるんですけど、あと夜ご飯はレタス食べてる。そう、だから頑張ってダイエットしてますので、皆さん痩せたら痩せたねって。タンパク質はあのサラダチキン食べてる。
タンパク質も最近ちゃんと食べてます。プロテインとかマジでそうちゃんとね、あのお米も取ってるから大丈夫。キャベツって痩せ菌があるらしいんです。そうだから食べてます。レタスも待って、くしゃみが出そう。結婚してくださいってプロポーズされちゃった。マジ痩せた、嬉しい、ありがとう、プロポーズありがとう。だけど私未成年なのでね、まだ、すいません、マジレスします。公園行く、行く人どれくらい、魚も食べます、ありがとう。本当痩せ菌っていうのは痩せる菌です。その名の通り痩せ菌。そうなんか最近炭水化物好きですよ、もちろん大好きだけど、なんか最初は食べたいと思ってたんだけど、もうなんか食べなくなったら欲しなくなった。別にそう、そうだから、でも味噌菌、あヒカキンさんのね、どこに売ってるんですかあれ。そうなんかちゃんとねお米も取った方がいいらしい。お米を食べて太るって思ってる人は大間違いです。お米は食べましょう。そうなので、でもなんかバナナヨーグルトとか食べ、あセブンに売ってるんだ、そうなんだ、食べてる。そう席替えしたんですよ皆さん、皆さん知ってますか、メール取ってますか、ここで分かりますよ。私席替えしまして、私ご飯ね取ってください。席替えしたんですよ。そう本当に嬉しくて、そう仲いい子、レミが一番仲いいお友達がいるんですけど、もう本当にもう家族みたいな感じの超仲いい、もう何でもレミのこと何でも知ってますよみたいな友達がいるんですけど、まあね、なんかあ奇跡的にえマジ最高みたいな感じじゃなくて、なんかまず自分のなりたい席をどこがいいか 4候補ぐらい出すんですね。第4希望ぐらいまでどこの席がいいかみたいな。でその席、その希望を出したやつ、なんかレミたちって朝学習ってものがあって、その成績順でなんか成績がいい人からその第一希望に当てはまっていくみたいな感じで、そうレミはもうその仲いい子とさすがに一緒になりたくねみたいな感じで、もう全部ね第一希望から第四希望まで隣か絶対縦になるように仕組んだんですよ。まあそう、それしたら見事お隣になれまして、外れることなく、先生もねめちゃ優しくて、そう二人はちゃんとしてるから隣にしたぜみたいな隣にしたよみたいな、そう二人は近いから、そのなんか席を知る前にそう先生に「どうなったんですか?」みたいな聞いてたら、みんな二人は近いから大丈夫だよって、そう優しいと思ってなったら、本当に隣でめっちゃ席もいいの、ど真ん中、本当にど真ん中で、そう超いいと思って嬉しかったね。そう成績いいと希望の席になるのいいよね、だって頑張ろうと思えるじゃんみんな。そいつまずレミギャルじゃない、ギャルじゃないよ。そう先生とね関係なんだろう、そういい先生というかめっちゃ優しい先生でやらせてもらってます。そう隣になりました。周りもねたくさん女の子がいて、めちゃめちゃの仲いい子たくさんいて嬉しい。なんかさ最近まあ授業中さ
前の方は嫌です。後ろも後ろで、あんまりそう好きじゃなくて、なんか最近当てられることが多くて、2年生になって結構先生が変わって、なんか無条件に当てられるんですよ。日付とかじゃなくて普通に当てていくぞみたいな感じで。そう、そしたら、まあ、当たったんですよ。古典の授業だったかな、古典の授業で当たって、今なんか動詞やってて、なんか未然連用終始連帯命令みたいな、仮定命令、以前終始みたいなやってて、でなんか何の動詞か忘れたけど、でこれは何系でしょうみたいな、連用系とかあるじゃん、で何系でしょうみたいなのが当たって、で徳永みたいな、おはいみたいな、これは何系だみたいなってやって、でなんか依然系ってあるじゃないですか、で依然系って字これわかるかな、依然系、そう、その依然系、あのマサルおじさんが出してる依然系、そうそう、その依然系、マジでその依然系で意味なって思うんだ、分かってたんですよ、その依然系だなってのは分かっててそう、でもなんて読むんだろうと思って、マジで読み方わかんないと思って、でもレミさ、そんなさ、みんなの前でこれなんて読むんですかとか聞けないから、チキンだから聞けなくて、待って、なんて読むんだこれ、やばいやばいと思って、それで、まあもういいやと思って勘で、あぜんけって言っちゃって、そしたら先生が依然系ですねみたいな、なんか別に違うよとも言わずに、上から依然系ですみたいな言われて、ちょっとなんか間違ってるのもフォローされなくて、悲しくて恥ずかしくて、みんなもなんか別に聞いてなかったのか知らんけど、別にどうでもいいこいつみたいな、なんか普通になんか間違ってるみたいな感じじゃなかったから気まずかったっていう、あぜん系って言っちゃった、そう、惜しかった、優しいね、そういう時は聞くのがいいんですよ、なんて思うんですか、読み方、あぜん系です、なんかそれでねそう、恥ずかしかったマジで、えと思って違ったんだ、その後にあぜん系です、依然系で、あ依然系かって普通の声トーンで言っちゃって、もっと恥ずかしかった、もう難しい、あぜんとしました、みんなポカーンって面白いよね、結構自分的にあぜんとしてましたね、そう、もう間違えないよりみ、もう覚えたもん依然系って、そうだから間違えません、そういう時もある、うん、この前昨日かな一昨日かな、昨日も間違えた気がする、なんかさ、次は保険の授業でなんかさ、漢字の1かなと思ったら、全然別にどうでも何でもない線で、そう、何だったっけな、忘れたけど普通に間違えて読んでた、だけどなんかなんだろう、中学生とか小学生ってそういう間違えた人に敏感じゃないですか、敏感、めちゃめちゃ敏感なイメージがあって、え、あいつ間違えたぞみたいななるけど、まあ、高校2年生になったらもうみんなどうでもよくなってくるから、そう、なんか間違えても、そう、全然そんな気になんないっていうか、気にされないから、それが嬉しい、そう、古典むずい、そう、大人の態度そうそう、別に大人、周りのこと気にしなくなるから、そう、みんな別に、ま、え、こいつ今間違えたみたいな感じの雰囲気出さないから、そう、スルーされていいんだけど、全然だから本当に、リミさん日本史の先生が本当に面白くて、なんかなんだっけ、ごめんあさばせとか急に言い出したり、なんか一人称が名字だったり、めちゃめちゃ面白い日本史の先生、大好き面白すぎて、なんかちょんまげとか言ってたし、昨日、そう、楽だよね、なんか気にされるとさ、もっと気にしちゃうじゃん、あいつ間違えたみたいな言われると、だからユニークなんです、だ
から、そう、気にされないのがマジで一番いい。ね。ありがとうございます。頑張ってください。ね、内容難しくなるよね。面白い先生。一人称徳永にしてる。徳永ね、みたいな。やばいね。でも福留ね、福留だもんね。でもね、本当になんか美術が今年からあって、美術の先生の癖強すぎてもうなんか眠たくなる、本当に。そう、あと科学の先生もね、眠たくなる授業多い。一人称レミです。学校でもレミに、そう、なんか言ってます。確かに、桃花さんも大西って言ってる、自分で。大西さん、そう、睡魔との戦い頑張ってます。 JK JK してます。そう、先生トークね、確かに。やっぱなんかデッサンするらしい、美術無理なんだけど。レミの画伯でデッサンとかできると思ってんの？バカにすんじゃねえよ。誰もバカにしてないんですけど、テスさんなんか手を描くらしくて無理なんだけど。ここで怒っても本当そうだよね。テスさんできると思ってんの？マジで。テスさんなんて無理でしょ。レミ絶対寝ないよ、マジで。あの授業中デッサンの本当に絵描くの嫌いすぎて、レミ口悪い、どんな絵を描くの嫌い、下手だもん。エミタンの絵見て安心して大丈夫。それはまあなんかね、もうさ、最近開き直ってる。なんか足遅いことも開き直ったし、絵下手なことも開き直っちゃってよくない気がする、この傾向は。なんかもっと頑張れ自分って感じ。なんかね、絵むずい。いつ描くんだろう。でも次の授業ぐらい。そう、単語テスト、英語の単語テストで満点取りました。イエーイ。頭いい人、まあ安定に満点で、その中にレミも入っちゃって、3人クラスで3人だけしか満点取ってなかった。そう、英語の単語、なんかなんだっけ、あーなんだっけ、過去、現在、過去、進行形なんみたいなやつ、単語テスト。そう、満点取りました。頑張ってたよ。なんかちゃんと勉強したらできるんですよね。だからテストとかも普通に勉強したらいい点数取れる人なんだけど、地頭が良くないから。そう、リアリーイエスイエス、やれば、そうやればできるか。賢くはないね、全くもって。勉強しないと取れない、逆に。今度映画でお話し会しようね。わかりました、ついてきてください、私のレベルに皆さん。ねみたんはずっと勉強してるイメージ。本当、確かに。なんか最近ちょっと追われてた、勉強に。なんかね、そう、宿題も出てたり、そう、勉強、なんか勉強は別に苦だとは思ってないから、レミ的には。なんか勉強してさ、頭良くなれるならしたいよね。でもテスト前だけその気持ちになるのは。Yes Hello My name is レミ徳永。 Nice to meet you. Nice to meet you too。
それ英語でも間違えた、英語でも読み方間違えた。最近ね、テンション高めなんですよ。なんかそう、なんかテンション高めで、友達にもマジテンション高いねって、そう、おかしいよ、おかしくはないけど、でもなんか最近テンション高いかも。 How are you? I'm fine. Yes. そう、読書してるんです。私今はこれ読んでます。ファンの方にいただいたんですけど、サファイアっていう湊かなえさんの絵本、絵本じゃなくてその本を読ませていただいてます。読書にハマろうと思ってて、 Thank you。 そう、頑張ります。なんか読書したらマジで語彙力高めたいと思ってて、そう、語彙力を高めたくて本読もうと思って。このネックレスめちゃめちゃ安いよ、シーンだから130円ぐらいでも高見えするから可愛くてつけてる。そう、ひゆこも好きらしい、湊かなえさんの本だから教えてもらった、この前何がおすすめなのって。推しの子見てません、面白いですか。でもファンの方に推しの子の漫画を3巻もらったんですよ。で、そう、流行る前にもらってて、そうだからちょっと読んでみちゃうかなと思った。あ、ミュージックフェア皆さん見てください。なので皆さんおすすめの本あったら教えてほしいです。なんかエッセイとかも読んでみたくて、とにかく語彙力が上がりたいと思うので、だから読んでみたいです。なんだったっけ、ひゆか告白みたいな湊かなえさんの本おすすめって言ってた気がする。書くって読んでみようと思って。あ、面白かった。読もうじゃ。そう、面白かった。そう、嬉しい。どんなジャンルの、わかんないんだよね。でもレミなんか青春物語とか学園物とか大好き。ミステリーとかも読んでみたいかなって思ってる。なので皆さんおすすめをぜひ教えてください。明日は美公園です。この後練習をします。あー最近さ、あーみたいな声を出しててさ、なんかなんだろうな、リアクションが大きいのか、リアクションが大きくて、あーみたいな声、どこから声出てるの言われる。そう、キャーとかよく言う手癖がね、最近は。皆さん、ミュージックフェアぜひ見てください。どうしても君が好きだ。あ、そう、れいちゃんの卒業公演にも出させていただくんですけど、なんと雫公演ということで、久しぶりに出す、嬉しい、雫公演嬉しい、また出れるなんて思ってなかったからさ、嬉しい。でもね、れいちゃんの卒業公演というのでよろしくお願いします。嬉しいです。メンバーね、レアだからね、もしかしたら本当に最後の雫かもしれないから、もう心を込めてやらせていただきたいと思います。レミシの配信嬉しい、本当嬉しい、ありがとう。ね、そう、本当のラストかもしれないから、公演当たらなくてぜひお話し会に来てください。話せます、話せます、話しましょう、ぜひとも。私はミュージックフェアに出ませんけど、 AKB が出るのでぜひ見てください。
人っぽくなった、本当嬉しい、目が可愛い、嬉しい、ありがとうございます。最近は涙袋メイクにこだわっていまして、最後の47とか言わないで、悲しい。だから目元はこだわってます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。嬉しい、ほくろ好きなの、ありがてえ、ありがてえ。本当なんでだろうね、大人っぽくなった、なんでだろう、謎。顔がしっと、嬉しい、痩せた、捨てない、私はテレ押しだ、きっと徳永レミ押しだ。ウケ、ウケる、ありがてえ。ありがてえ。なんかほくろレミ結構コンプレックスでもあるから、そうやって好きって言ってもらえると嬉しい。ありがてえ。嬉しい。リアルお話し会は普通にね、近かった、なんかラップみたいなのがしてあって、でもこの前のお話し会、日曜日はね結構厳しめのスタッフさんで、線から出ちゃダメですって感じだったけど、1日目は全然、なんかスタッフさんによって全然違いますね、近さ距離とかが。だからでも結構お話できるし楽しかった、めちゃめちゃなんか楽しかったので、皆さん来てください。そうそうだね、なのでありがてー、流行ってるの、流行ってはないんじゃないですかね、言われちゃった方多い。ありがてえ。受ける、ありがてえ。ありがてえって言っちゃうんだけど、いや、よくないよね、アイドルとして。ありがてえ、ありがたい。よくないよね、ありがとう、ありがとう。なんか本当に最近親しみを湧く、逆にかわ、本当。そう、昨日 TikTok 上げたんですけど、結構好評で嬉しかった。なんか結構メイク薄めだったんだけど、昨日のなんか、こっちのレミタン好きっていうのがあって嬉しかった。見ました、皆さん。見てない方いないですよね、もちろん、もちろん、もちろん聞きますけど、ちなみに TikTok 見てない方いないですよね。見てください、いいねしてください、フォローもしてください。ギャル、ギャルじゃなくない、悔しい、だいぶ可愛かった、悔しい、どういうことさあこれ、うんうんうん、なんかさ、それをさ、友達からレミっていつもあの角度だよね、狭そうって言われて、めっちゃおもろかった。全然狭くないんだけどと思って、そう、面白かった。狭そうらしい、狭そうですか私の TikTok 最近鼻かゆいんだよね、なんかテンポ感ごめんって感じ、会話の話がつくづくと進んでいく。そう、狭そうって言われた面白いと思いながら、好評でした。なので皆さん見てください、あのポジションです、こっちから撮られたい嬉しい。なのでたくさんリンクコピーしてください。狭そうに踊ってたのかな、あざす、あざすは言わないかも、ありがとう。本当この髪型ちょっとゆるツインしてみた、こっちが漏れるかな、レミ的には。もっと TikTok お願い、頑張る、ごめんね久しぶりになっちゃって、今日撮ろっかな、じゃあ
純粋単純。でもなんだろう、でも最近学校にもツインしていってるんだよね。ツインか、昨日ポニテしたわ。ツインか三つ編み、三つ編みにでもほどけやすい。嬉しい。地毛ですこれ。でももうちょっとしたら切るんです、髪。そう、得意な角度で。長いよね、若干長い。この後インスタライブをしようかと思ってるんですけど、皆さんどう思いますか？どう思いますか？ちょっとだけ、そのぐらいでも4センチぐらいか。言うて切らん。本当？来てくれる？そう、ストレートポニーしてめちゃめちゃ長いと思ったんですよ。そう、髪切るの初めて言いました。そうだね、ミュージックフェアが終わってからの方がいいよね。じゃあ、すごいごめんなさい、かぶっちゃってマジで。だから6時半ぐらいから次はインスタライブします。どうしよう、配信は。最近ツイッターも頑張ろっかなと思って投稿してますけど、どうですか？どうですか？そう、身長と縮んなんですよ。本当に悲しくて悲しくて悲しくてしょうがなくて 0. なんかそのさ、身長を測る身体測定エピソードで身長測ってて、身長を測ってる時に昔のデータも去年のデータもあったんですね。そう、そしたらあのなんか、まあ、夕方に測ったから一番なんかちっちゃく見えるというか。そう、そしたら一回測ってなんか測ってくれるお姉さんがえみたいになって、で何センチでしたみたいな、あ157.7忘れちゃったけど 157.7 ってセンチですみたいな。でえ待って、去年よりめっちゃ縮んで、あなんかそれでもう一回測らせてくださいってあちら側から言ってくださったんですよ。そうお姉さん側から、あ分かりましたと思って行ってもう一回測ってもらって、そうでえみたいなって、どうしたんですかみたいな、去年よりめっちゃ縮んでてみたいなウケるんだけどと思って、そんなこと言われるんだと思って、そうえみたいな、えってなってね、今悲しいってなって、悲しいって言っちゃってマジかみたいな。そう、そしたらえもう一回測っていいですかみたいな、もう一回測りますみたいな言ってくださって、であもう一回測りたいですと思って行って、で3回目測ってもいや変わんないですねみたいなそう、あーそうですか、じゃあこのままで大丈夫です、なんでですかねみたいな、ちょっと世間話が始まったんですよ。で、どうやったら身長高くなるんですか、髪型の問題とかもあるかもしれないですねみたいな、ツインテールで言ってたっけその時。そう、めっちゃ優しくて、そのお姉さん頑張ってください、頑張ってくださいっていうかありがとうございました。そう、たくさん測らせてもらいました。なのでそう、変わったら逆に、キビア始まった、じゃあちょっと次はインスタライブでお会いしましょう。待って、ランキングだけ見ます。13位雪村さんありがとうございます。12位ショートさんありがとうございます。11位マックス鹿児島世界を救うさんありがとうございます。10位ともきさんありがとうございます。9位おーちゃんレミグミさんありがとうございます。8位まさよしアットマークおにぎりチューリップさんありがとうございます。7位ゆきたんさんありがとうございます。6位レイドさんありがとうございます。5位ジョニーアットマークメール取りましたさんありがとうございます。4位ごめん先生アットマークレミー、あすいません、ごめん先生さんありがとうございます。3位アッキーさんありがとうございます。2位先生ありがとうございます。1位立花アットマークお話し会楽しかったありがとうさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。ではラキレミ、お24位ももちゃんありがとう、おめでとうございます。続いては41位赤砂号さんありがとうございます、おめでとうございます。ラスト
66位パンダ丸アットマークチーム4さん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではちょっとだけ、じゃあ続いて6時半ぐらいからインスタライブをしますので、その時お会いしましょう。 AKB のミュージックフェア皆さん見てください。またね、生写真もよろしく。バイバーイ。